こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は大変好評いただいております、滝レイアウト30センチ20センチ、一気に立ち上げやっていきます。店内で展示している30センチと20センチの滝レイアウトですが、大変好評いただいておりまして、動画やインスタ、ツイッターなどでご覧いただいた方からのお問い合わせも大変多く感謝しております。最近ではご自身でこちらのお店に来てですね、流木を組んだりだったりとか、あとは組んだ流木だけ発送してほしいなんていう方もいらっしゃってですね、そんなご要望いろいろとありますけれども、なるべくね、お客様のご希望に沿った形で、できる限り対応はさせていただきたいと思いますので、何かお問い合わせ等ございましたら、お気軽にグリーンズグッドコーヒーのインスタや LINE などでお問い合わせいただけるといいかと思います。私の赤玉ちゃんのアカウントの方でも受けたまりますので、お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。30センチの完成品を今現在完売しておりますので、そこからカーンでございますけれども、20センチの滝レイアウトは1台ございますので、こんな感じでございます。30センチの滝レイアウトは写真入り込んでおきますね。これは作ってから1週間ぐらいが経過しました。で、ちょっとずつね、このモスのところに新芽が出てきております。これは20センチの、奥行きも20センチ、高さは30センチのものになるので、比較的ね、小スペース、かつ水量もある程度確保できるので、お部屋のレイアウトに組み込みやすい、あとはメダカもね、2匹ぐらいだったらね、悠々と泳ぐスペースございますので、大変おすすめの新作となっております。滝のレイアウト、ご自身でね、お家で作ってみたいっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、過去にもね、たくさん動画上げておりますので、そういったものも参考にしつつ作っていただいたらいいかなと思うんですけれども、ポイントといたしましては、とにかく滝になりそうな流木があるかどうかっていうのと、あとは、この流木がいいな、この流木がいいなって結構集めた流木っていっぱいあると思うんですけど、それをお家でいざ組み上げようと思うと、滝の組み上げとはこの水草レイアウトの流木って全く違う世界になるんで、もうしっかりとね、このビスが打てるかっていうことだったりとか、あとは滝が流れるスペースがあるかとか、滝壺を作りたい方は滝壺になりそうだとか、あとは植栽スペースがあるか、あとは安定するかとか、すごくね、安定は大事でして、かといって下の方にいっぱい流木をたくさん組み上げるのではなくて、数少ない本数、30センチだったらまあ3本、20センチだったら2本から3本で、しっかりと足組みをして、少ない本数で固定できるかどうかっていうのがすごく大事になってきますので、まあ、そういった点を踏まえて、本当にね、細かな流木をちょこっとずついっぱい組み上げていくっていうのが大事になっていきます。Yo, the rain was steady pouring, heard the drops and drizzle meant to be. Shelling in my crib, no doubt. Peep the scenery. で、本日の流れですが、まずは滝になりそうな流木、滝壺になりそうな流木、あとはかっこよさそうな流木っていうのを、まずは1本それぞれに対して選んで、それに対して次は、足元、しっかりとバランスを取れるような流木を足元を組んで細かな装飾をしていくっていう流木の組み上げと、それが終わったら、底面フィルターとポンプ、あとは分水器セットの設置っていう形になります。そこまで終わったら水のテストをして植栽で完成という流れになります。まあ、流木1本ね、メインになるものを探すんですけれども、あ、こういう風に滝流れそうだなとか、滝壺できそうだなとかっていう流木を1本、まずはそれぞれに探すってことですね。で、それに対して足場を組んで安定させて、どんどん細かいものをこうつけていくっていう形になります。で、最近は、まあ、1人でビス打ったりとかするのは非常に大変なので、この紙旗の液状接着剤と補助剤、これを使ってですね、仮止めをしてからビス止めするようにしています。そうするとね、随分とね、スピードが速くなりますね。で、その肝心なビス止めですけれども、流木って非常に硬いので、やっぱりね、インパクトはもうとにかくいいものがいいです。もちろんそうですね、パワーのあるものがおすすめです。で、まずは下穴、これで下穴を開けてからビス止めするんですけど、ビスもステンレス製の K
結構しっかりした硬いやつがおすすめとなっています。意外に、ね、安いの買っちゃうとね、途中で折れちゃったりするんですよね。そういう細かなグッズとかも非常に、チョイスが重要になってきます。あとは流木でもどうしてもここにチューブ通したいけどなかなか穴がないなっていう時にはもうこれを使って穴を開けちゃったりだとか、あとはどうしてもここの角が邪魔で、密着ができない、流木同士密着ができないとかっていう時なんかはこれで研磨したり、まあ、こういったグッズがね、揃っていると非常にやりやすいです。であとは、コーキング剤、コーキング剤も毎回言ってますけど、とにかくですねコーキングで意外と滝壺だったりとか、あとは溝っていうのが作れたりします。なんなら壁も作れちゃいます。ということですごくねコーキング大事なんですけれども、使ってるコーキング剤は防カビ剤の入ってないタイプのダークブラウンを使用しております。最終的にはこのコーキング剤もダークブラウンみたいに流木に近い色選んであげると本当に目立たなくなりますし、非常にいいですね。ダークブラウン売ってない場合はアンバー、あのグレー系のお色なんかでもいいかなと思います。まあ、ちょっと目立っちゃう場合にはコーキングの上に木くずなんかをパラパラとね、特にあのビス止めした時って結構木くず出るんで、それを取っといてコーキングの上から木くずをパラパラしてあげるとより自然感が出ておすすめです。まあ、こんなグッズを使って滝レイアウトっていうのは作っております。でちょっとだけ出ててこう邪魔になっちゃいそうな流木とかはこういう風にカットして、でこう接着面をなるべく確保するようにしてます。今20センチの方の進捗状況はこんな感じです。まず滝になりたいものを選んでから足元を固めていろいろ装飾で、ちょっと足の安定があまりなかったのでさらに足場を1個増やしたいと思います。でポンプが設置可能かどうかっていうのも計算しながら配置を決めています。かなりの時間格闘しまして、とりあえず30と21台ずつ計2台の流木の組み上げが終わりました。結構ねしっかりそれぞれにビスが打ってあってもうビクともしないような状態になっております。ちなみにこの30の滝はここからチューブが出て、ここには滝壺がありまして、そこから溢れた水がそれぞれこの隙間から、漏れ出るような形になります。で20センチの滝の方はここの流木中央に穴を開けてですね、このチューブを出すスペースを確保しました。ここからチューブを出して滝が流れて一旦ちょっと溜まったりしてしみしみしていく感じのイメージです。でここからはこの隙間ですね、水が漏れないように隙間の穴埋めと、あとはビスの頭が今現在目立っている状況なのでこれをコーキングで埋めていきます。でコーキングしたら少しの時間ですね乾かしてからさらに作業を進めていきたいと思います。でコーキングが終わったら乾かしてる間ですね、ちょっと夕飯タイムを取りまして、そこからさらに作業を進めていく予定です。ではコーキングやっていきます。防カビ剤の入ってないシリコンシーラントダークブラウンをこちらに設置していきます。はい、でこちらにセットしていきます。でこういうところの隙間とか、こういうところの隙間、こういうネジ穴を、あ、ネジの頭を潰しちゃいます。こんな感じでコーキング全部やっていきます。Yo, the rain was steady pouring, heard the drops and drizzle meant to be. Shelling in my crib, no doubt. Peep the scenery. はい、お腹いっぱい夕飯も食べまして、その間にですねコーキングもしっかり乾いておりますので、ここからチューブ配置していきたいと思います。こちらのタイプ20センチの水槽はここから、ホース、まあ、4本ですね、4本流して
こう水が溜まって流れていって、残りの2つはチューブをこう U 字にしてですね、水が流れないようにします。ではこちらのまず底面フィルターの黒いポッチですね、カッターで穴開けます。こんな感じでチューブをセッティングしましたので、流したいところにさらにチューブをはわして無駄なチューブをカットしていきたいと思います。後ろから見るとこんな感じになっています。ちょっと4本チューブが入らなかったので真ん中の、こちらの穴をですねまたさらに大きくしてきました。もう一度チューブを設置し直します。これでメインの滝に4本でサイドに1本ずつっていう形のセッティングをしていきます。表から見るとこんな感じです。でここから無駄な長いチューブを切っていきます。でこのチューブには中に針金が入っているので少しねこう形をこう流木なんかに沿わすことができます。で少しでも、このホースが邪魔にならないようにビニ帯で固定しておきます。ではチューブの設置が終わったのでソイルを入れてから水を入れてお水を流しながら植栽をしていきます。 Let's go。 で使うソイルはこちらの、私の愛用しておりますブルカミアの M メダカ専用ソイルですね。で吸着系の、バクテリアが非常にいっぱい吸着してくれる、それでろ過をしてくれるソイルです。この底面フィルターとブルカミアソイルを使うことでブルカミアソイルに吸着しているバクテリアがお水をろ過してくれて、そのろ過されたお水がこの陸上から戻ってくるので、生態の数とか餌の量そんな多くしなければ足水だけで管理ができます。ではソイル拭き終わったのでソイルがお水が濁らないようにソイルの上に緩衝材を置いて優しくお水を入れていきます。はい、注水が終わったので緩衝材を優しく抜いて、よし、ではスイッチ入れてみましょう。ではスイッチオン。あ、いいですね。ここら辺の水の勢いは今からカッチャク君を置いて押さえていきます。でこのようにチューブを隠したり、あとはお水の勢いを弱くしたり、あとは苔を生やしたいところにこのカッチャク君を置いてですね、お水をしみしみの状態にしました。でここはですね、メインのところですけれども滝壺がまずここに1個あって、で滝が流れてさらにもう1つ滝壺があって、水が落ちるというこんな感じのレイアウトになっております。で今からこの発着の上にシルクモスを置いていきます。でこんな感じでペタッと置くだけで大丈夫です。まだ置いたばっかりの時は結構茶色いんですけど、これが本当にね2週間ぐらい経つと新芽がもこもこと出てきてですね、綺麗なグリーンになってくれます。こう指でトントンって置いちゃう感じでいいです。シルクモスとっても綺麗に育ってくれますけど、ぜひねおすすめなのは綺麗に成長させるにはやっぱりね光を当ててあげるのがおすすめです。こんな感じで全部置いてきます。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。よろしく。シルクモスを1バッグ置きました。で続いて使うのがこちらのダバリアラビットフット用紙の部です。そんなに大きくならないタイプの緑の青々とした綺麗なシノブ、シダ植物ですね。これを入れてきます。こう入れれる場所があったらそのままでもいいですし、入れたいけどなんかブカブカするなみたいなところはこのカッチャク君の余ったのをこう巻いてですね、これをあんこ代わりにしてしっかりと穴に埋めていくっていう形にしたいと思います。でシダの植栽が終わったので最後にこちらの使っていく植物フィカスプミラミニマをこのように置いていきます。これもね置いていくだけでカッチャクに自然と根っこは張って、でさらに成功伝って成長していきます。急にこうグリーンが増してかっこよくなっていきます。
てはこれで20センチ滝レイアウト完成。まあ、今完成しましたけど、これから植物がこう育ってきて、どんどんとね変わっていく風景を、どんどんと変わっていく風景を楽しめる、アクアテラリウムの完成となります。ウツボがめちゃくちゃいい感じに出来上がりましたね。こっちの30センチの滝のレイアウトも同じようにチューブを設置しております。で、今からお水を入れていきます。では注水完了したので、ドキドキの瞬間いきます。スイッチオン。おー、めっちゃ水溜まった。すごい、これは池だ池。わあ、すごいすごい、池ができましたね。あ、いい感じ、超いい。こっちもなんかちょっと軽く水溜まってる感じ、いいですね。ではこちらも先ほどと同じようにカッチャップ君シルクモスフィカスシダを植栽していきます。はい、ということでこんな感じですね。こういう風に大きな大きな滝つぼができました。滝つぼの中にも雫が垂れててね、いい雰囲気を作ることができました。どうでしょうか。右の方にもね、ちっちゃなちっちゃなこうね、滝が、滝というのかな、こうしみしみしてる箇所があって、こう細かいところね、結構いろんな角度から見ても楽しめるようなレイアウトになっております。先ほど作った20センチのね滝レイアウトも所定の位置に設置しております。ライティングするとね、さらにね、フリーが生えていいですね。水中もキラキラと、こう揺らいで、とっても癒しのレイアウトになっております。で、こちらの20センチレイアウトの方が、およそ水量でいうと7リットル。で、こちらの30センチの方が、およそ10リットルぐらい水量入ります。こちらの一番右側はね、前回2週間ぐらい前に作った。20センチのレイアウトですけど、こちらの方はね、ちょっとずつモスのところに新芽が出てきてますね。はい、ということでお休みの日ですね。本日ももう何時間かかりましたかね。結構時間かけてこの2台作り終えました。非常に満足しております。ぜひね、お店の方にこちらのレイアウト見に来てください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またもチャンネルを登録して、滝のあるアクアテラリウムでメダカを楽しもう。ではまた別の動画でお会いしましょう。